がいなくてこっちで合ってるかなとか思いながらやってた。多分ファンの人ユニットが変わるなんて思ってる人絶対いなかったと思うね。どうでした、変わったユニット感想。私のユニットとかではなく、なんかユニットが全部変わってどうでした？全然思わなかったよね。やっぱりヒダヤ十クロのやると思ってた。ササメイキなくなってないよ。全体的にめっちゃいい。マリアのマリア、確かにマリアがマリアしてたね。私はまあ1人2曲あるのかな、ユニットで。私は最初の1曲目のフルーツスノー、フルーツスノーと、あとはなんだっけ、あ、純愛のクレッシェンドでした。なんかフルーツスノーって曲は初めて聴いたんだけど、すごいいい曲なんですよ。サビが聴いて、バナナにキウイ、バナナにキウイ、チェリー、オレンジにマスカット、グレープフルーツ、ストロベリーメロン。めっちゃフルーツ言ってる曲。でも衣装がめっちゃ可愛いと、あとジュンクレはあの小島さんのポジで、湯浅さんに小島さんを担ってほしいからここにしたって言われて、お、セクシー、頑張んなきゃと思った。ジュンクレに合う。なんかジュンクレ昔九州のツアーでやったことあるんだけど、でも結構前だったから、表現力とかあまりなかったと思うんだけど、ちょっと今回の公演では出していけたらなっていう思ってます。でユニット分けの MC でなんか近況報告みたいなお題だったので、なんか何にしようかなと思って、もやっぱりもう言うしかねえと思って、まあ、時間はみんな結構言ってて時間なかったからさらっとしか言えなかったんだけど、なんかなんて言おうとしたんだっけ、あ、そうそう、 AKB 新聞のグラビアやってますって言ったら、投票方法はとか言ってなるちゃんが言ってくれて、なんかごめんなさいでしゃばってって思っちゃったんだけど、でもそれくらい私ってさ、そういうとこで言わないじゃんあんまり。でもみんな言ったよ。それで言えてくれる人が一人でも増えたらいいなとね。1位目指してるもんね、みんな。
グラビアの番宣してました。今日も投票してありがとう。誘いましょうか。アクシデント中。あ、なんかそんなやるつもりじゃなかったの。そんなことってある？保険かけてないってなるじゃん。なんかリハ中になんかふざけて、なんか歌のリハじゃなくて、その歌終わってからなんかマイク持ってて、そう休憩みたいな時にマイク音入ってたから、なんか練習してたんだ。なんか音をかけずに七瀬とかが、七瀬も言う人だったんだよ、その一サビで。何って七瀬も言う人なんだけど、そんなことってある？なんか七瀬も言う人で、なんかどういう感じで言ったらいいのかなって言ってて、私も練習してたんだよね。そんなことってあるとか言って、でなんかちょっとふざけて、そんなことってあるとか言って、なんかマイク通して言ってたら岩佐さんがいて、なんかそれもありだねって言ってて、なんか毎回なんか変えたら面白そうだねみたいな感じで、まあ話しててメンバーとかと。でなるちゃんもうなんか絶対やって面白いみたいな感じだったので、でも他のメンバーいなくて、マリアとか代理とか、そういうメンバーは多分本番初めて聞いたから、なんか楽屋でなんかびっくりしたって言われた。でもちょうどいい流れだったねってなるちゃんに言われて、そのグラビアの番宣した後のその流れ、中盤曲の流れからのアクシデント中のそれだったから、なんかいい感じにまとまったよね。七瀬ちゃんがやると思わなかった。なんかすごいユニットで結構切羽詰まってて緊張してて、緊張解けたし、なんかこう楽しい曲じゃん、別になんかふざけるじゃないけど、ちょっとねわちゃわちゃしてもいい曲だったから、アクシデント中ってこういう感じのね。だからなんか毎回同じで、そんなことってある？ってなんか私可愛くできないなと思って、 で面白さもちょっと違うかなと思って、ちょっと今日はセクシーで行ってみようと思ってセクシーにしました。毎回お楽しみにください。明後日も。どんな感じで言ってたんだろう私なんか今思うと恥ずかしい。そんなことってある？久しぶりに左とも公園で見れた。いたね、お見送りでいたね。キャンディー見たかったけど、ジュンクレーム最高だった。やった、エロくできてたかな。ユミコで、ユミコでそんなことってある？そんなことって、なんて、わからん、わからん、待って、無茶ぶりせんで、ね、なんか話題になればいいなと思ってはい、なわけで雫公園はそんな感じでした。土曜日行くね、待ってるね。免許の話、そう免許、免許ね、取ってるんですよ。私のファンのことは知ってるかな、ちょいちょい結構メールで言ってるから。
免許持ってんのよ一応。やっぱ関東面中心の公演は楽しい。チュンクレソロパートを目の前で見れたから、恥ずかしい。そうそうそう、ショールームでは結構何回もしてるんだよ。してますね。でも一人で運転したことはないかもしれない。横にお父さんかお母さんが乗ってるかもしれない。私が運転してる姿を想像つきますか？私は自分が運転しててその自分を想像できない。わかる？なんか言ってる意味。あ、自分運転してるんだって、え、すごくない？と思って。運転ってすごいと思ってたから昔から、よくなんかすごいなと思って、運転しながらよくなんか喋れるなと思って、両親の運転を見ながら。それを私がやってるって思ったら、話しかけられたら話しかけないでって言っちゃうんですけど、お父さんとお母さんには。そう、私は視力がめっちゃいいわけじゃないから、コンタクトかメガネかけないと運転しないですね。そう、山梨はね、車の免許ないとマジで不便なのよ。田舎だから、田舎だから、田舎だからね。わかるって、山梨の人か。坂道発車、坂道発車とか教習でやったんだけど、でもなんかさ、教習でさ、駐車のなんかテストみたいのあるじゃん。車庫になんか入れる、このボールまでなんか駐車するみたいなテストとかあるじゃん、試験。なんかあれってさ、なんかこの3つ目のボールのとこに来たらなんか右ハンドル回してみたいなって言われるじゃん、事前に。だからさできるけどさ、実際さポールとかないしさ、ね、役に立ってないよなって思ってました。だって駐車できないもん、あんまり。絶対前から突っ込んで駐車しちゃう。結局慣れそうだよね、慣れなんだよね。そうなんですよ。あ、ネイル変えたんだ。あ、インスタに載せたけど、キラ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 。なんか公演とか多いから、ライブとかもセンシュアリティもあったので、結構キラキラめにしました。またかわいい。目元にキラキラはいつも入れてるよ。
日はママと会えます。ママと会えるので楽しみ。明後日は雫公園2回公演なので頑張ります。体調良くなったね。そう、体調ね、良くなりました。うん、チオビタ飲んだので、はいでね、だんだんクリアしてって言います。クリアっていうのは目の前にあること今は雫公、その前はセンシュアリティのライブで頭いっぱいで、で雫公演で頭いっぱいで、今日を初日迎えられて、次はグラビアかな、直近だと。でもチーム K の公演も覚えますよ、覚える。今日スタッフさんと話して覚えてほしいっていうのがあったので、でも近々ではないかなって感じかな。まだ覚える時間もあるし、そう、土曜日の公演、今日のメンバー違うからまた楽しみだね。来月初めの稽古演は厳しいかと思っております。出れて来月の終わりとか、稽古演の日だよ。本当に見た、本当に頑張って覚えるね。足みんなこういうことなんていう、こうやってこういうこと、書く？違う待って、 V じゃなくて、これ膝小僧は膝小僧なんだけど、どういうこと？それがこういうこと。書くって言うでしょ？方言なのかわかんないんだけど、こういうことをかじるって言うんだよ。背中かじってとかさ、足かじってとか、腕かじってとか、頼むときにかじるって言うんですよ。だからそれ通用しないの。8に入って分かった、方言なんだって。方言だって、歯でかじることもかじるっていう、両方かじる。そう、周り結構びっくりする。お尻かじり虫って懐かしい。でね、今日も公園でグラビアの告知できたからね、
ちょっと票数が入ってるといいなと思います。恥ずかしかった言うのはすごく頑張ったでしょみんな。明日は早くお母さんがこっちに来るので、今日は早めに寝て明日早く起きなきゃって感じです。明日も配信できたらします。ぜひ今 AKB 新聞さんのグラビア企画に参加しているので、ぜひ投票してください。投票方法は AKB 新聞さんのウェブの会員登録になっていただいて、そこで200ポイント貯まるので、それを入れていただければ上位1位2位がなれるので、できるので、グラビアマジで飛騨綾のグラビア見たいんですけど、どうしたら見れますか。もうそれはたくさん応援していただくに限ります。そうだね、たくさん票数が集まったら、だからたくさん私に投票してください。愛を送ったらいいですか。愛も送ってほしいし、ちゃんとあの投票も、投票のそのポイントも入れてほしい。本気出せば余裕やね。本気、でも本気多分みんな出してくれてると信じてるよ。その他のファンの人も。そう。だから私も、私はできることはこうやって口で言ったり、インスタとかツイッターとか。ぜひお願いしますっていうことだから、私はそれを頑張りますとか、なんかさ、なんか下履いてないみたいだけど、なんかあの熱くてこうやってめくっております。頑張りましょう皆さん。2回公演か、あさってメンバーも変わるから楽しみ。投票してるよ、嬉しい、ありがとう。腕細すぎんか。ってかさ、今日なんか自分のさ、なんか写真みたいの回ってきてさ、踊ってなんか写真、あのユニットとかの、なんか太ったなと思ったの。体重最近あんま測ってないんですよ、実を言うと。そう、あの見た目を重視してるんで。あとなんか前はすごい痩せすぎてた時は本当にもうここもなかったので、ちょっと今こういう企画に参加してるじゃない。そうだからね、ある程度、そう、あのもう太った方がいいのかなと思って。
2、3キロ太ったと思うんだけど、なんかやっぱ映像で見たら、画像とかで見たらなんか痩せようと思ったけど、なんか痩せたらなくなっちゃうんだよ、ここが。ここ私は太ったらここと、お尻から太っていくんで、なんとも言えないんですよ。太ったと思いますか皆さん。私思った、自分で。でもまあグラビアやるときはそうね、なんかちゃんと考えようと思った。痩せすぎは良くないなって。難しいよね。なんかね、私が前昔太ってたときはなんかね、キブ取りするタイプだから、痩せててもだから今とかも普通に衣装着るだけで太って見える時もあるし、衣装によっては難しいのよ。だからね、結構衣装さんとかになんか脱ぐと「なんかめっちゃ細いね」って言われるけど、やっぱ服着てるとやっぱ着太りするタイプなんだなっていう、ピタッとした服の方がなんか合ってるのが、ラインが出る服の方がね、骨格あるよね。なんか最近骨格ウェーブ、ナチュラル、ストレートとか、なんだろう、それ知りたい。私なんか骨めっちゃ出てるんですよ。肩も撫で方じゃなくキュッキュッってなってるし、ここの骨盤の骨もめっちゃ、ここの骨盤の骨が大きい、だからキュッキュッって見えるのかもしれない。そう、ピタッとした衣装がそう似合うと思う、自分でも。骨格ナチュラル、ナチュラル、あ、そっか、なんか私もなんかでネットでやった時にナチュラルって出たかも。1曲目の衣装前と変わったね。あ、ね、前はピンクだったよね、よく大分かり。デコルテ、な、そうそう、なんか骨出てるから、そこの鎖骨とかも一応マッサージしてんだけどね、結構鎖骨ここ出てるんですよ。これはお母さんの遺伝、鎖骨とも。はい、というわけでお風呂入ろうかな。今日は早めだけど、また明日配信する。ぜひマガジンじゃないAKB 新聞さんのガールズセレクション2021グラビア企画に投票お願いします。もしカップポイントっていうポイントが余ってたら入れてください。もし初めて聞いたっていう人は、何それっていう人は AKB 新聞さんの公式のホームページがあるので、そこから会員登録をしていただいて
年間購読になると200ポイント入るので、まずそれで投票していただければなと思います。追加で普通にポイントを買うこともできるので、もし余裕があればお願いします。本当1位今目指してるんで、グラビア頑張るね。そして今日は雫公園、ありがとう。うん、もぎさんのファンの人が頑張ってひだあやおたって言ってる。ありがとうございます、頑張ります。はい、ということでちょっと早いですが終わろうかなと思います。でも配信見てくれてありがとう。では1位、もぎもぎさんありがとう、嬉しい。2位、ひろかんぶりさん。3位、かっちゃん。4位、なんはんさん。5位、のぶさん。6位、ピアノマンさん。7位、あきらさん。8位、あやぽんあやかさん。9位、てるてる坊主さん。10位、ピータさん。11位、ショコラさん。12位、ラブいちごちゃん。13位、かつみさんです。1位取ろうな、みんな。ということでちょっとね、緊張してたのがほぐれました、はい、すごい緊張してたの、この今回の公演ユニットもあって、なんかで昨日結構具合悪くなっちゃってたんですけど、でも今日回復して無事公演出れてよかったです。みんな見てくれてありがとう。じゃあ次は目の前にあることはグラビアのイベント、みんなで頑張りましょう。じゃあ今日もありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ、おやすみ。